夢十夜第一夜こんな夢を見た腕組みをして枕元に座っていると仰向きに寝た女が静かな声でもう死にますという女は長い髪を枕に敷いて輪郭の柔らかなウりザ顔をその中に横たえている真っ白な頬の底に 温かい血の色が程よく刺して、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし、女は静かな声で、もう死にますと、はっきり言った。自分も確かにこれは死ぬな、と思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と、上から覗き込むようにして聞いてみた。 死にますともと言いながら女はパッチリと目を開けた大きな潤いのある目で長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であったその真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて これでも死ぬのかと思った。それで年ごろに枕のそばへ口をつけて「死ぬんじゃなかろうね」「大丈夫だろうね」とまた聞き返したすると女は黒い目を眠そうに見張ったままやっぱり静かな声で「でも死ぬんですもの仕方がないわ」と言った じゃあ、私の顔が見えるかいと、一心に聞くと、見えるかいって、空そこに映ってるじゃありませんか、と、にこりと笑ってみせた。自分は黙って、顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかな、と思った。しばらくして、女がまたこう言った。死んだら、 埋めてください「大きな真珠貝で穴を掘ってそうして天から落ちてくる星のけを墓印に置いてくださいそうして墓のそばに待っていてくださいまた会いに来ますから自分はいつ会いに来るかねと聞いた日が出るでしょうそれから日が沈むでしょう それからまた出るでしょそうしてまた沈むでしょ赤い火が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた、待っていられますか自分は黙って頷いた。女は静かな調子を一段張り上げて、百年待っていてください、と思い切った声で言った。百年。 私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分は、ただ待っていると答えた。すると、黒い瞳の中に、鮮やかに見えた自分の姿が、ぼーっと崩れてきた。静かな水が、動いて映る影を乱したように、流れ出したと思ったら、女の目が、 パチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れたもう死んでいた自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした 湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星のかけの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。 星のかけは丸かった。長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上を置くうちに自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから百年の間こうして待っているんだなと考えながら 腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに女の言った通り日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた女の言った通りやがて西へ落ちた。赤いまんまでのっと落ちていった。一つと自分は感情した。 しばらくするとまたからくれないのテントがのそりと昇ってきたそうして黙って沈んでしまった二つとまた感情した自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い火をいくつ見たかわからない感情しても感情してもしつくせないほど赤い火が 頭の上を通り越していった。それでも百年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下からハスに自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸の辺りまで来て止まった。 と思うとすらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた真っ白な百合が花の先で骨に応えるほどにったそこへはるかの上からぽたりとつゆが落ちてきたので花は自分の重みでふらふらと動いた 自分は首を前へ出して冷たい露のしたたる白い花びらに接吻した自分がユリから顔を離す拍子に思わず遠い空を見たら暁の星がたった一つ瞬いていた「百年はもう来ていたんだな」とこの時初めて気がついた